ヘッドスパの施術手順を行います。よろしくお願いします。では、はじめにお客様のお洋服が破れないように肩にタオルをかけます。髪の毛を溶かしていきます。ヘッドスパトリートメント剤などを使って行ってもいいです。髪の毛を引っ張らないように注意して行ってください。では導入、ウォーミングアップから始めます。小指側の側面を使ってほぐしていきます。これはウォーミングアップなので優しくほぐしてください。前側から回転圧を加えて優しくほぐしていきます。頭頂部に向かってほぐしていきます。少しずつずらしてほぐしていきます。生え際から頭頂部に向かってほぐしていきます。耳を押さないように確認して、前際から頭頂部に向かって戻してください。次に手刀を使って戻していきます。後ろを支えて前から指先に少し力を加えて回転圧を加えます。頭頂部に向かってほぐします。四指の指先に少し力を入れています。もう両側で四指の指先に少し力を入れて回転圧、親指で支えています。少しずつずらして頭頂部に向かっていきます。生え際から頭頂部に向かってほぐしてください。軽い回転圧です。親指で支えています。耳を押さないように注意して、耳の後ろの生え際から頭頂部に向かっていきます。肩骨あたりまで来ましたら、今度は親指で回転圧を加えて、四指で支えて、生え際から頭頂部に向かって、頭皮をほぐしていきます。最後に頭頂部のところで指先で細かくほぐして、最後にスッと抜きます。これで導入ウォーミングアップが終わりになります。本編に入っていきます。今度本編に入りましたら、リフトアップをしながら行っていきます。まず4指の手刀で
前の生え際から指先に力を入れて引き上げるようにします。引き上げるようにして戻るときは力を抜いて回転させて、少しずつずらして引き上げるとき力を入れます。戻るとき力抜いて回転させます。少しずつ頭頂部に向かって引き上げるとき力入れてリフトアップします。頭頂部まで来ましたら今度は親指で支えて四肢に力を入れて引き上げるとき力を入れます。戻るとき力抜いて回転。頭皮をリフトアップすることによりまして、お顔の方の筋肉もリフトアップされます。お顔のたるみなんかも引き上がることによりまして、お顔に張りが出ます。少しずつずらして生え際から頭頂部に向かってリフトアップしながらほぐしてください。耳を押さないように注意してください。耳を確認して耳の後ろの生え際からリフトアップしていきます。頭頂部に向かってリフトアップします。肩骨あたりまで来ましたら今度は四肢で支えて親指で引き上げるとき力を入れてリフトアップしていきます。引き上げるとき力を入れます。頭頂部まで行きます。少しずつずらして後ろの髪の生え際から頭頂部に向かって親指でリフトアップしながらほぐしていきます。引き上げるとき力入れます。アモンまで来ましたらアモンのツボに親指を入れ、頭蓋骨と首の境のところですね、ここに親指を置いたら前を支えてアモンのツボに回転圧を加えます。だんだんねじ込むように回転させていきます。でゆっくり抜いてきます。たらそこから指を頭皮の上をスライドさせてきます。まっすぐ上がりましたら100円のツボまで来ましたら、100円のツボは水中線と耳の重なったところです。ここに上から下に向かって1回1秒ぐらいで3回ぐらい押してクリーン。次に4指を櫛のように使って耳の上に小指がきます。で頭皮をスライドさせてきて耳の後ろから後頭部の下に後頭部まで来ましたら今度は後頭部からまっすぐ上がっていきます。髪の毛を引っ張らないように注意してください。3回ぐらい行います。耳の上を通ってきて後頭部まで行きましたらまっすぐ上がる。耳の上に小指が沿っていきます。で後頭部まで来ましたら反対側も含め
今度は左手で行います。耳の上を小指が通っていきます。小指が通ってきて後頭部まで来ましたら、まっすぐ3回くらい行います。そうしましたら今度はまた4指を節のように使って前と後ろから頭皮をほぐしていきます。前後に指が合わさるように頭皮の上をスライドしています。3回くらい前後に指が合わさるようにほぐしています。次は斜め前側と斜め耳の下の後ろ側から斜めに指が合わさるようにスライドしていきます。反対側も同じように行います。次に今度は前肢の指先を使ってほぐしていきます。これをシャンプーする時のように頭皮を細かくほぐしてください。指先に力を入れてここまんべんなく頭皮をほぐしてください。爪は立てないように注意してください。お客様の頭皮を傷つけないように、爪は立てないように注意して、指の腹を使ってほぐしてください。はい、次に圧迫を加えます。耳を確認して、耳の上に手のひらを両側から自分の肘を立てるようにして垂直に圧が加わるように肘を張るようにして両側から圧迫を加えます。ゆっくり圧迫を加えてください。ゆっくり抜きます。次、耳の後ろの後頭部と前の生え際を支えて斜めに圧を加えます。ゆっくり圧を入れてゆっくり抜きます。反対側も同じように加えます。圧を加えることによって一時的に虚血状態を作ります。で、離すことによって血流がたくさん巡りますのですごくリラックス効果が高まります。次は生え際に沿って4指の指頭でほぐしていきます。生え際を確認して前側から4指の指先に力を入れて回転させてほぐしていきます。親指で支えています。生え際を確認しながら少しずつずらしていってください。耳まで来ましたら親指で今度は生え際を確認しながら4指で支えて後ろ側の生え際を沿っ
ってほぐしていきます。寛骨のツボができましたら、寛骨は乳幼突起の耳の後ろの乳幼突起のくぼんでいるところですね。ここに親指を当てて、両親指を同じから同じですね、当てて四指で支えて、親指に力を入れて回転圧を加える。3回転ぐらい。次、もう一度アムロのツボに回転圧を加えます。前側を支えて回転圧を加える。次に、今度は頭蓋骨を引き上げるように、この手根部を耳の後ろの後頭部を持ち上げるようにします。この部分に手根部を当てて、反対側前側を支えて、今度は引き上げる、頭蓋骨を引き上げる。でずっと腰の方まで伸びて気持ちいいです。反対側も同じように。最後に百円のツボに親指を当てて、上から下に圧を加えます。ゆっくり入れて、ゆっくり抜いて、髪の毛を溶かします。溶かさないように注意してください。これでヘッドスパの施術手順を終わりにします。整体、ヘッドスパの後、整体やヘッドスパの施術の前後に整体やリフレクソロジー、アロママッサージなどと組み合わせますと、頭や腰、足などにも、施術することができまして、施術の幅が広がりまして、お客様のさまざまなご要望にもお応えすることができますので、いろいろ組み合わせて行ってください。ありがとうございました。